はい、どうも皆さんこんにちは、セナです。今回もムジラの仮面を実況していきたいと思います。グレートベイ神殿、結構中盤ぐらいまで行ってるんじゃないでしょうか。では攻略していきましょう。この部屋に入る。で、この人が重要らしいよ。で、これを安定にセットして、で、引き寄せて、来ないな。よし。で、これギリギリだな、これ。ギリギリチョップだな、これ。ギリギリ崖の上を。大丈夫これ。いけるか。やった。このボム宙はほっとい。タイナウント。はい。で、これでね、くちゃくちゃ回すと。なんなんでしょうね、これは。なんか、歯車的な、あれだろうか。耳がかゆい。よいしょ。じゃあとりあえずもうここには用はない。出ます。で、ここ潜って、で、またいつものところに降りましょう。はい、気合でぶった切れ。いいね、かっこいい。ほんとこのモード大好きだわ。だってさ、これ止まってさ、気合できちゃうんだぜ、これ。気合、ここもうかっこよすぎだろ、ほんと。ドラゴンボールかって、ほんと。ほらもうぶった切っちゃって、イエーで、ここ出る。開いて出て、で、とりあえずここのはこれでぶった切って、よし。あー、もういいよ。よいしょ。で、ここは氷の矢。あ、ここは飛べない。まだか。うわ、これ危ないぞ。お、よし。で、ああ、飛べない天使かよ、ほんと。はい、乗って。あ、落ち着いて。落ち着けば大丈夫。よし。で、次は炎の矢。ね、使い分けが必要。ほんとサクサクだね。いや、俺はこんなプレイがしたかった。ほら、魔法瓶を手に入れちゃって。溶かせ。よいしょ。 OK、 じゃあ入りましょう。うわ、何、もうまた中ボスか。帰る、こいつ見たことあるぞ、これ。おい、ふざけんじゃねえよって、ほんと。おかげか。あー、怖い。え、マニュアル通りの動きしやがった、ほんと。はい、この時に炎じゃない、氷の矢。うわ、上が危ない。構える。え、俺捕まってんの。え、何、宙に浮いてたんかと思った。え、何この目の錯覚。うわうわうわ、強い。おわぎ、俺を溺死させようってか。うわ、また捕まったんかい。なめんなよ、おい。何回も捕まってる俺じゃないよって言っても強いな、こいつ。いい加減にして送る魂バリーン。ほら、捕まえっつ。ほら、危ない。危なし。ほらバカ野郎が、ほんと。あいつ来ましたとかって言ってるかな。空耳。あ、危ない、これ。あー、もうまた捕まった。もう、ほら、長いから、もうこれカットしちゃうレベル、ほんと。長いって、俺をサンドバッグにして何が楽しい。こんな子供をさ、ショタコンかよ、こいつ。あっ、さあ降りてこい、勝負しようぜ。おお、真っ向勝負しろよな、ほんと。ほら切っちゃうよ。ほら、怖いよね。だからそんな水玉に逃げ。ほらもうちっちゃくなっちゃって、ほら、そんな可愛くなっちゃって、なんだよ、ほんと。この水玉に一斉割ってたよ、ほんとに。なあ、可愛いやつだったよ。いえ、おい、どうした。
アタック、あ、話しかけれもしない。もうギニュー特戦隊状態になっちゃったってことか。あ、すげえ、ここ割ればよかったな。若干妖精がもったいなかったような気もしたけど、まあ大丈夫か、ね、体力も十分。はい、少々待ちを。はいはい、じゃあここの部屋にはもう用はないというわけで、はい、こっちに行きましょう。ここにパッて出ます。するとここのちょ待って、嘘やろ、ボス部屋の鍵とか。あらまあ、今回早いでございますね、本当に。でれででーん、ボス部屋の鍵やった。でここの窓付きから出ます。窓付き、窓付き、イエイ、シュパン。なんかもうリンクの水への飛び込み方がもうアクロバティックになってるな。でここはこれになって潜れ、ここで、ここは上上へと登ろう。今回は陸にちょっと用があります。よし、パッと出て、パッと出て、 OK。 はい、ここで、はしご登ります。登れー、はしご。あ、みんな今必要かな、ないかな。で、はい、これ解いて飛べ。うわー、危ねー。はい、ここ、はい、うわ、スムーズにいけたわ。で、ここを氷の矢で凍らします。すると、なんでか知らん、ここが蒸発して向こうが凍るっていうね。よし、ゼルダクオリティを見せたところで、ここ登りましょう。あー、もう同じ姿勢座ってっか、痛いな、ほんと。あ、こいつはどうしよう。よし、で、はい、樽に引っ掛けて失礼。よし、で、どうですか。あ、あれか、あれをひねり倒すためにここ、はい、はい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 、飛べ。いけないかな、いけないかな、リングちゃん。ああ、もうあいつうっとうしい。うわ、乗り合った、俺の土台だっつうの。え、溶けちゃうよ、溶けちゃう。よし、危なかった。あ、引っ張るか。よし、はい、これを回します。うわー、なめも鬱陶しかったね。よし、じゃあ戻りましょう。スイスイスイ失礼、ちょっと喉がね、ほんとうまいこと飛びたいよね。飛べ。よし、で、よいしょ。あ、しまった、こっちに飛んでもいなかった。飛べ、登れ、こっちだよ。で、最初のところに戻るはずなんですよ。よし、いいね。で、ここ、もう誰かが教えてくれなかったらこんなとこわからないよな、ほんと。フックショットで引っ掛ける。で、引っかかってそのまま落ちると、うわ、落ちちゃう。でも素晴らしい。うわ、危ねえ。あー、もう、うわ、やっちゃった、やっちゃった。うバカ、やっちゃったよ、ほんと。ごめんなさい、カットします。オープニング長いので飛ばしますね。ちょ、佐賀県のバルハラ城が超気になるんだけど。あー、怖い。ほんと、パシュンと降りる。で、もうここで飛べ。よし、いいぞ。で、掴んで、はい、押せ押せ押せ。これカチンとなったらどうなったっけ。あ、もう一方の水もこうなっていい感じに均衡が取れて、で、ラストに真ん中のこれをひねると。うまくできてるね。でも、もう神殿攻略じゃないの。次はボス戦だな。さて、これでどうなるっけ。カチン、来た。あ、逆に回り出すってことか。
これでシュピン瞬間移動、ここまで戻って、でここもう水でダイブで、とりあえずもう安定の潜れ。ちょっと待って、危ない、ちょっと待って、あ待って、ワンちゃん、ちょっとワンちゃん危なかった、もう膝の上でもう荒れされるとこだった、危ない、あちょっと待って、危ない、下手なところには入らないようにしたいので、ちゃんとしてこう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 、こうもういけ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 、このままいけ、あぶち込めー、まあまだあるさ、まあ来年あるさ、よし、はいはいはい、ドリルスクリュー、これで決める、よーし、な何してんの何してんのこれ、おな、なんだよ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 、やぼよー、あれちょっとお仕置きは必要ですね、過ぎちゃったん、過ぎちゃったよ、まあいいや、いけたんだったらまあいい、でこれとりあえず浮き上がった、もうこれこの針危ないんだな、うん、いいタイミング、よしここ乗って、でこれ解きます、でこれこれをシュピン凍らすと、ほら行く行く行く、これ行った行った行った、これイエーイ、さらに飛べ、よしで、ここ慎重に慎重に、よし飛べ、やったいけた、もう本当にもう、ん、あシーソーゲームか、溶かした後飛び移るとこが違ったんだ、こっちだこっちだ、よしよし、でもう一丁溶かす、するとニョッと登れて、これまたカチッと押せるとね、よいしょ、掴んでこっちか、オッケー、これでカチンとなったわけでございますか、あーこいつ、あー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 、これ通れないや、あーしかも食らったしよ、ほんとなんだあいつ立ち悪いんと、ここか、これで乗って乗ってよ、はい飛ばすからのちゃんとジャンプしよう、ほらよっしゃ、でこのモードになってしっかりなって、でここ扉をくぐり抜け、で海へダイブだ、ここをしっかり、ここをくぐらなきゃいけなかったんだ、えメールが来た、誰からだ、俺に友達なんていないのに、ごめん冗談、はい、ここから流れ流れで、ここか、オッケー、流れでここに行った、でここに登る登る、ここなんだよ重要なところは、はい、プチャッと置いて、どうだ、あん妖精ちゃんはごめんな、今は助けられないや、よし泳いで、ここ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 渡れ、俺の方向感覚が強いられるぞ、方向感覚が強いられているんだ、よし乗れ、防御はこれだったな、よしまたボム中みたいないるんじゃないだろうな、よし、よし、あー危ない、もうもう危なかった、掴む、で前か後ろか、後ろだな、これでラストじゃないかな、はあ疲れた、よしよっしゃ、でこれでここをパッて乗って、で行くと、はいボスベアというわけで、ボスベアの前まで行きました、グレートベイ神殿攻略ですね、というわけで次回はボス戦というわけで、今回もご視聴ありがとうございました、それでは失礼します。